皆さんこんにちは、モニタリングドラムスクールのモニタリングです。本日は質問をいただきました。新たに演奏した経験のないビートに挑戦をするとき、何から手をつけてどのような手順で習得すればよろしいですかという質問なんですが、これはまあ例えばね、教則本とかあのバンドスコアとか、まあなんか新たにこうパターンに出会ったとき、まあ譜面で出会う場合もあるし、そのミニコピで習得する場合もあるんですが、まあどちらのパターンにしても今までやったことないパターンっていうのはやっぱこう聞き取りにくいし、手順もどうやって叩いてんのよってちょっとわからんくなったりとかもするんで、まあそれをまあどういう風な段階を経て、自分のものにしていけたらいいかなっていう、まあ、ご相談だと思うんですが、耳コピして習得する時も、まあ、譜面を使って習得する時も、まあ、一番大事なのはやっぱ口で歌えるかどうかっていうのが大事なので、まずはそのパターン自体を口で歌えるようにしっかりとイメージするっていうことが大事だと思うんですね。まあ、例えばこういうパターンがあるとしたら、この譜面、ちょっと何やらややこしそうなんですが、まあ、この譜面に例えば出会った時、教則本のパターンで出会った時に、一番最初これハイハットとバスドラムが一緒に入ってるな、こうと次右手と一緒に入って、次足、次両手、足ってこの順番に行くとめっちゃ効率悪いんですよ。こう一曲覚えるようになるまでにすごい時間がかかっちゃうんで、まずはこの全体像のパターンを見た時に口で歌えるようにするっていうことが大事ですね。だからもしこのパターンを口で歌うとしたら、これがドンツとタドツタとタドとタンタン、ドンツとタドツタとタドとパンパンっていうみたいな、まあ、口ドラムだと思うんですけど、このドンツとパドツタとタドとパンパンっていうのが頭でイメージできると、こう実際にこうドラムを使ってこうアウトプットできるみたいなね、こうドンツとタドツタとタドとタンタン、ドンツとパドツタとタドとパンパン、ドンツとタドツタとタドとパンパンみたいな感じで、口で歌える音っていうのは頭でしっかりとイメージできてるんで、まあ、確実ね、こう叩けるようになるということなんですね。で、まあ、とはいえ、まあ、いきなりこのフレーズをいきなり口で歌うっていうのは難しいと思うんで、まずはこうパターンを分解してみるっていうのはいい方法だと思いますね。なのでまずはこう手がどうなっているかみたいな、こう、手のリズムと足のリズムをちょっと分けてみて、手のリズムどうなっているのかなと。で、手だけちょっと考えた時に、あ、これツッツッタンツカツカツンタンタンになってるなみたいな、だからこれをちょっとじゃあひとまず口で歌って、ツッツッタンツカツカツンタンタンでこう叩いてみる、ツッタンツカツカツンタンタンで、これに対して足がどう入ってるのかなみたいな、ドンチドタンツカツカツンタンタン、最初はドンツドタって入ってるなみたいな、とタドンタツカツンタンタン、ドンスとタドンタドタドとタンタンになってるなみたいな、みたいな感じで、まずはまあこのパターンを分解してみて、手のリズムがどうなってるかをまず把握して、でその上で足がどん入ってるのかなみたいな、なんかそんな感じでイメージするっていうのも、まあパターンの、覚える手順の一つかなと思いますかね。もう一つはパターンを、1拍目とか2拍目とかでこの拍で分けるみたいな、まあこう1拍ずつ分けると、ドンツドタドツタドタドドパンパンっていう感じなんですけど、ドンツドタドツタドタドドタンタン、1拍ずつの音を、まあ、口で歌えるようにするみたいな、ドンツドタドツタドタドドタンタン、まあこうドンツドみたいな感じで、まあ、1拍ずつの音を口で歌う。で、ちょっと慣れたら、2拍でひとまとめ、ドンドパンツパドパドドパンパンみたいな、ドンツドタドツタみたいな感じで、この2拍ずつのドンスドタドンタドタドドタンタンみたいな、なんかそんな感じの、まあ、単語的なね感じで、掴むというようなことですね。である程度あのこういう感じで口で歌うことに慣れていったら、もしね次このリズムパターンがドンスドタドンタドタドタパンパンっていうそのリズムパターンが曲を聴いてきた時にこうふと出てきた時にこう聞こえてくるようになるんですよ、このリズムパターンがね。このリズムパターンが聞こえてくるようになって、でリズムパターンが聞こえれたら、こう口で歌うのと叩いてる手順が一致して、こうどういう手順で叩いてるかなっていうのもイメージできるようになるんですね。そうだから、この譜面を追っていくだけだと、こうね手順を追っていくだけだと
こうイメージしにくいんですけど、譜面と鳴ってる音とで叩いてる手順が一致するのが、まあ、一番こう理想的だし、譜面を見ながら叩く時の感覚って、まあ、そういう感じなので、この譜面は8ボンブとか16ボンブとかではなく、もうこれ自体がドンスドタドンタドタドとタンタンなんですよ。だから譜面を見て初見で叩けるっていうのは、あのこの音をイメージできてるかどうかなんですよね。譜面を見た時に音がイメージできるかどうかっていうのが、非常に大事になってきます。最後になんですけど、フレーズを覚えたら、まあ、あとはニュアンスですよね。だから一つのこのリズムパターンを覚えたら、あとはこうニュアンスをどういう風に出していくかっていうのは非常に大事になってきます。まあ、これ言葉に置き換えると分かりやすいかなと思うんですけど、例えばこう愛してるよみたいなこう言葉があるとするじゃないですか。その愛してるよみたいな言葉そのものにはそんなにかっこよさってないと思うんですよ、別にね。その言葉そのものにはあんまりその感動とかかっこよさとかっていうのはないんですけど、誰が言ってるのか、どんなシチュエーションなのか、どんな表情で、どんな声で言ってるのかで、その愛してるよって言葉が伝わるのか伝わらないのかっていうのが変わってくると思うんですね。だからこういうリズムパターンも、例えばこの聞かせ方によってはなんかこう激しい感じでこう聞かせた場合、ドンツタパドツパタカとかパンパン、場合もあれば静かな時にこう聞かせたい場合もあるみたいな、こうみたいな感じで、なんかその時の状況とかその場所とか使う場面によって、やっぱりこの同じリズムパターンでもいろんな表情ができるようになってくるんですね。そうだから、まあパターンをこうある程度覚えたら、まあ、どんなニュアンスでどんな場所でどんな表現でやるみたいな、なんかそういうところを、まあ、しっかりとイメージして演奏ができると、まあ、より良いこう同じリズムパターンでもこう人と違うというね、個性的なより良い演奏ができるようになってくると思うんで、まあ、まずは耳コピする場合も、譜面で覚えていく場合も、まずはこう手順を追っていくっていうよりかは、音をしっかりとイメージする、だから口で歌えるようにするみたいなねっていうのをまずやってもらって、で、まあ、それでもちょっとよくわからんなっていう時は、パターンを分解してみる。こう手はどうなってるのかな、手のリズムはどうなってるのかな、足のリズムはどうなってるのかな、一拍ずつの音はどうなってるかなっていう感じでパターンを分解してみるっていうことは大事になってくるかなと思いますかね。である程度パターンを、全体的に掴んだら、こうニュアンス、このパターンをどういう風にこう表現していくか、どんなニュアンスでどんな場所でどんな表現でどんな音量で、ね、こうやっていくかっていうのを、まあ、しっかりとイメージするということが大事になってくると思うので、まあ、ぜひそんな感じで出会ったことのないリズムパターンを覚えたら、ぜひチャレンジをしてもらえたら嬉しいです。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。